はい、皆さんこんにちは。今日紹介するトミカはこちら、フォルクスワーゲンザビートル世田谷バグバージョンです。はい、しっかり見ていきます。車種自体はザビートルだね。で、ボディカラーはちょっとツヤのあるブラックだね。うん、すごい落ち着いてていいかなと思います。で、正面から見るとこんな感じだね。ヘッドライトはシルバーの塗装です。特にルーフの部分とかにはプリントはされてないね。で、横から見るとこんな感じだね。ドアの上と下の部分にシルバーのラインが入ってます。で、後ろの方はリアのトランクのところに世田谷バグってプリントされてあるね。で、リアのテールランプはレッドの塗装です。で、リアのこのトランクの部分だけ茶色っぽい塗装がされてあるかな。で、反対側はこんな感じで、で、運転席側、助手席側ともに同じデザインだね。あ、ここに給油口がついてます。で、タイヤはサスペンションがついてます。で、特にドアとかは開いたりはしないね。で、裏の部分はフォルクスワーゲンザビートルナンバー33番の2012年の車種になってます。で、このモデルの場合はプリントがたくさんあるっていうよりはブラック一色でこう落ち着いた印象っていう感じかな。はい、2台並べてみました。で、こっちのカラフルなバージョンがビームスとのコラボのフォルクスワーゲンだね。で、同じフォルクスワーゲンなのに全然印象は違うよね。街中で走るんだったらこっちのブラックのデザインの方がいいよね。ちょっとこっちは奇抜すぎるからな。うん、こんな感じで落ち着いたデザインになってます。はい、今日はフォルクスワーゲンザビートル世田谷バグバージョンを紹介してみました。で、このモデルはテレビでおなじみ所ジョージさんの世田谷ベースっていう番組とかでも取り上げられてたよね。で、フロントにもフォルクスワーゲンのエンブレムついてないよね。全体がブラックですごく落ち着いた感じのデザインになってました。で、これはゴールデンウィークのキッズモーターショーとかでも発売されてて、で、今回もメルカリで買ってます。1つ1000円ぐらいでした。で、この世田谷ベースのビートルは他にもいろんなバージョンあるよね。また集めてみたいと思います。はい、今日も最後までご覧いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。